今日10月17日は沖縄そばの日です。地域や店舗によってそれぞれの個性がある沖縄そば、麺の違いを味わうイベントが那覇市で開かれました。那覇中央郵便局では18の製麺所の食べ比べができるということで長い列ができています。沖縄生麺協同組合が主催するイベントでは、100円でミニサイズのそばが味わえるとあって多くの人が詰めかけました。用意されたのは本島は北から南まで、また石垣や宮古、久米島といった離島の麺など18種類、太さや形状も様々。訪れた人はお気に入りの麺やなかなか食べられない地域の麺を手に取り、食べ比べを楽しみました。麺によってスープの絡み具合が違ってくるんで、だいぶ口に入れた感じ違いますね。合わせそばさんのところの平打ちの麺と、あとこの小じわ製麺所さんのところのがだいぶラーメンに近いような感じの、なんか、麺だなと思いました。食感も全部違っていて、どれも美味しいです。何麺これは？これは何麺？石崎製麺。お家でもお店でも結構食べます。離島のやつが普段食べないので、はい、初めて食べるのがあったのでいいかなと思って選びました。美味しいです。もうずっとラクついてたんで、歯応えもあって美味しいです。もちもちしてて今日も一日頑張れます。また郵便局内では袋麺のほか、郵送しやすいブック型の箱に入った商品も並んでいます。このイベントは明日も開催されます。いや、美味しそう。私昨日食べちゃったんですけど、はい、今日も食べようかと思います。私は明日食べようと思います。さて、皆さんはなぜ今日が沖縄そばの日かご存知でしょうか。そば粉を使用していないことから、国の規約により復帰後はそばと呼ぶことが認められなかった時があるんですね。沖縄生麺協同組合の働きかけで1978年10月17日に沖縄そばと呼ぶことが認められました。この日に食べる沖縄そばは沖縄の食文化を守ろうという人々の思いが染み渡る一杯となったのではないでしょうか。